なんだよ間抜けな顔して。もしかしてこんなにでかい建物を見たのは初めてなのか？そうみたいだぜ。秀吉って人間は万事派手好みだったらしくてな。今回の目的は情報収集だったな。ならば城下町で聞き込みをするのが手っ取り早いと思うが。確かにそうだな。では町の方へ行くことにするか。情報収集という点で考えると全員でまとまって行動するのは非効率だ。手分けして探すのが得策だと思うが。確かにその通りだの。で、どういった組み合わせにするのだ？あんたと千鬼丸で共に行動し、俺が彼女と行動する。もし万が一、千鬼丸が目を盗んで逃げ出そうとしても、あんたなら即座に対応できるだろうからな。決めつけるなよ。俺は逃げ出すつもりなんてない。万が一と言っているだろ。決めつけた覚えはない。それでは早速行動開始とするかの。二時後にでもまた落ち合おう。そうだな。くっそー、負けちまった。持ってけだろ。もう あそこで統計をしているようだ。あれを観戦するふりをして客の会話に耳を傾けることにしよう。鶏同士の戦いを見物する遊びだ。本来はどちらが勝つかを賭けるのだが、見ているだけでも構わんだろう。さあ、次の試合が始まるぜ。みんなよく見てくんな。そっちの黒いの、次こそは勝ってくれよ。そこだ！行け！黒の勝利だ！さて、この後はしばらく小休止させてもらうぜ。あんまり何度も戦わせると鳥が死んじまうからな。
おい、そこの女、ちょっと待ちやがれ。御用でしょうかじゃねえだろ。てめえ、俺の財布をすりやがったな。ふざけんじゃねえ。さっきお前とぶつかるまでは確かに懐に入ってたんだよ。そう言って逃げるつもりだな。そうはいかねえぞ。なんだなんだ、何の騒ぎだ。あれ、お前だけか。カズヤはどうしたんだよ。もしかして二手に分かれて情報集めをしておったのか。妙だよな、あの抜け目なさそうな和也がこんな初歩的な失敗をするとは思えないぞ。もしかしたらお前と別行動を取るためにわざとはぐれたんじゃないのか。だっておかしいじゃないか。いくら人間が集まってきてたって言っても合戦の最中じゃあるまいし、はぐれることなんてないだろう。ったく、純真っていうか馬鹿正直っていうか、その絡んできた人間ってのもカズヤの差し金だったかもしれないだろう。お前と別行動を取るためにな。
かの者を疑っておるわけではないが、とりあえず銀王に命じて行方を探させよう。そうすれば疑いも晴れるだろう。こいつに任せて本当に大丈夫なのか？ちゃんと和也を見つけ出せるのかよ。そうは思えないけどな。お前らこの鳥を買いかぶりすぎじゃないか？なんだよ、何するんだ。いてやめろって。そのごつい爪で思いっきり蹴るなよ。なんだよあの乱暴な鳥は。ちゃんとしつけてるのか？何言ってるんだよ。鳥に言葉が通じるはずないだろう。鬼の一族を滑る十奇襲なんて言ってるが、あんたら全員あの鳥に騙されてるんじゃないのか？この数ヶ月で多少なりともかの者のことを理解しただろう。お前の目に映った和也を信じるのだ。ついてこいと言っておるようだ。本当についていって大丈夫かよ。ただの鳥だぜ。信用していいのか？いや、おい、痛いって。わかった、悪かった、信用するって。地獄耳か、あいつは。だけど、あっちの方向は確か。徳川家康の屋敷があったはずだぜ。そんな場所で何をしてるんだろうな。まさか人間と通じてるのか？仮にそうだとしても、お前に黙ったまま行く必要なんてないだろう。
はずやは何の考えもなく人間と接触したりはせん。何らかの事情があるはずだ。かの者のもとへ向かうぞ。そして訳を問いただすのだ。やっぱり思った通りだな。あいつここで何をしてるんだ。貴様ら、一体何者だ？そこで何をしている？お前は和也のところへ行け。お前だけなら気づかれずに忍び込めるだろう。千鬼丸の言う通りにするのだ。正体を気取られたりせぬから心配をするな。何言ってんだよ。俺たちは別にこんなの必要ないって。おい、待て！一体どこへ行くつもりだ？もっと、ちょっと待ってくれって。俺たち別に怪しいやつってわけじゃないんだから。本当のことを言ってくれ。あんたは本当に会津で戦を起こすつもりなのか。警護の者の目を盗んでわざわざ屋敷に忍び込んでまで言うことがそれか。他にあんたの本音を知る手立てがなかったから出向いたまでのことだ、家康。一体どういうつもりなのだ。平和になったというのになぜわざわざ戦を仕掛けるような真似をする。上杉家には十分な猶予を与えた。それをことごとく蹴られ門跡氏を追い返されたのだ。範囲ありと見られても仕方あるまい。天下を預かる者としてこのまま捨ておくわけにはいかん。だから征伐するというのか。その原因はあんたの横暴な振る舞いにあると噂する者もいるぞ。天下に一番近い立場におれば口さがなく噂する者はいくらでもいるだろう。あんたは争いのない世の中を作りたいのではなかったのか。それともあれは俺を騙すために綺麗事を並べ立てていただけだったのか。
やれやれ、邪魔な大名連中がようやく都から姿を消したと思ったら、ネズミが一匹入り込んだようじゃの。お前は。今は正念場なのじゃ。お前のようなものに邪魔をされるわけにはいかんのじゃよ。ですな、殿。正信の言う通りだ。死にたくなければさっさとここを出ろ。死にたくなければですと？甘いですな、殿は。もしこの者がここで得た情報を他国の大名に明かしたりしたらどうするのです？この者にはここで死んでもらうのが得策でしょう。なんじゃ、人間ごとき刀を抜くまでもないということか。余裕じゃな、化け物。だが人間というのもそうバカにしたものではないぞ。確かにお前たち化け物に比べると力も敏捷性もないが、弱いからこそ敗北から教訓を得て成長することができるのじゃからな。行け、貴様ら。何？もらった。お前はなぜここに。なんじゃ、化け物の仲間がもう一匹増えたかの。お前たち、その化け物娘も一緒に片付けてしまえ。さて、我々は部屋を出ますかの。大きな戦を控えておりますし、巻き添えで怪我などされたら一大事ですからな。待て、家康！わかっている。優先すべきことを見まごうほど我を失っているわけではない。
いいか、あくまでも俺たちの目的はここから脱出することだ。かっこつけやがって。それじゃあその強がりがどこまで持つか試してやるか。なんだよ、しのぎきれると思ってるのか。いい加減生きることを諦めろよ。ああ、わかっている。お嬢、カズヤ、無事か。一体何があったというのだ。城の中が随分騒がしかったみたいだが、まさか。あそこだ！クセモノがいたぞ！あいつらをとっ捕まえろ！グズグズしている場合ではないようだな。行くぞ、皆の者。ここまで来ればもう追いかけては来んだろう。しかしどうなってるんだ奴らの足は。
たり前だろ。天狗じゃあるまいし、あんな速さで走れる人間なんて見たことないぞ。なんとか言ったらどうだ。黙っておっても疑いが晴れるわけではないのだぞ。お前たちに説明したところで理解などできんだろう。ならば言うだけ無駄だ。なんだよその答えは。人間に関わるなっていうのは鬼の掟だろ。それを破ったってのに、どうしてそんなに堂々としてやがるんだよ。開き直ってるのか。このことは里にいるみんなに報告させてもらわなきゃな。いいよな二人とも。お前はどうなんだ。だよな、こいつだけが目こぼしされるなんて納得いかないもんな。言っとくが、ごまかしても無駄だぞ。逃げるなんてもってのほかだ。誰も逃げるつもりなどない。先に戻る。なんだよ、堂々としやがって。